見つめ合うとスーパーマリオスタジアム。はい、どうもトーマス先輩です。今回はスーパーマリオスタジアムやっていきたいと思います。まあ、今回は第1回なんで、まあ、簡単にね、説明しながら頑張っていきたいと思います。まあ、このゲームは、ゲームキューブのソフトで、今は、Wii で、Wii に入れてやっているんですけど、まあ、野球のゲームで、まあ、大体、まあ、1対1で、1対1というか、まあ、敵がいて、まあ、自分と敵の1対1で、戦うという、まあ、試合形式のゲームですね。はい。まあ、第1回なんで、とりあえず、僕のチームは、まあ、マリオ主体で、まあ、相手はワリオにしときます。まあ、これは多分、最初のキャラは大体ピッチャーなんですけど、まあ、途中で変えれたりもします。まあ、ちょっと、あれですね。あんまりわかんないんで、とりあえずお任せにしときます。お任せにすると、まあ適当に、こんな感じで、キャラが適当に選ばれます。あ、間違えました。まあ、さっきのはリリーでしたね。で、OK で。まあ相手もお任せにしときます。まあそうすると、まあ、僕のチームに、とは被ってないキャラが相手のチームに、入ります。まあ、ここはバランス、テクニック、スピード、パワーっていうのがあるんですけど、こういうのを、まあ、バランスよくね、チームに入れていけば、まあ、いいチームに、個性あるチームになっていくんではないでしょうか。まあ、とりあえずやっていきます。まあ、僕も結構、まあ、何十年ぶりとまではいかないと思うんですけど、あんま覚えてないんですけど、まあ、久しぶりなんで、とりあえず弱いでやっていきます。まあ、打順とかポジション決めるポジションはもう決めれないんですけど、まあ、打順は、こんな感じで変えていけます。まあ、なんでもいいんで OK で、まあ、相手も OK。まあ、ここでは、そうですね、ステージというか、球場を決めれるんですけど、まあ最初なんで、基本のあれでやっていきます。まあここで、まあそうですね。まあこんな感じでイニングとか決めれます。まあとりあえずゲームスタート。はい。音符マークは仲良しの印。僕のチームは、マリオ、あ、ちょっと見えなかったです。マリオヒーローかな？多分そんな感じの。あれですね、チーム名です。まあ、僕は高校なんで先に守りです。まあ適当にやっていきます。こんな感じで A でボールを投げれますね。はい。で、A、今のは A を長押しで投げたんですけど、 A をピッて一瞬押すとチェンジアップみたいなのが投げれて、で、ちょっとこうやって左に曲げたりもできます。まあ結構、まあ初歩的な説明しました。で、A 長押しで投げれるんですけど、まあタイミングよく離すことができれば、こんな感じで。ナイス！ああ、打たれましたね。ちょ、まずいです。取れない。はい。ナイスボールです。はい。はい、兄弟対決ですね。まあ、ここからはちょっと、まあ、二塁に行かれると、結構ピンチなんでね、本気で。まあ、ちょっと本気でやります。はい。あ、打たれました。はい、はい、OK！ まあ、今のはたまたまサードに投げれたんですけど、ナイスプレーでしたね。まあ、普通に実況やってきます。まあ、ここはワリオは、そうですね。結構ベースから離れてるんで、
アウトコースに投げてきます。はい、ナイスボール。まあもう一球。ちなみにワリオはパワー系なんで、インコースに投げると打たれちゃうんですよね。怖いんですよ、長打があるんで。でアウトコースで締めました。ありがとうございます。で次は僕の攻撃です。マリオヒーロー、ブズズ。スピード、リリーはスピードタイプなんで、こんな感じで B でダッシュ。あ、取られました。難しいですね。1点ぐらい取って余裕を持ちたいです。なかなか打つ方は難しい。ほら、喋りながらやると結構難しいもんです。おー、結構ナイスバッティングだったんですけどね。ナイスバッティング。あー、残念でした。三者凡退です。わー、ここはちょっと怖いですね。まあアウトコース主体で、まあ僕もちょっと野球とか経験あるんですけど、やっぱやばいやばいやばい、まずいまずい、取れ。ああ、危ない。まあ野球とか経験あるんですけど、やっぱりパワーがありそうな相手にはね、インコースを投げるのが怖いっていうのがちょっと勉強したんで、多分合ってるか分かんないんですけど、アウトコースに投げた方がいいっていう。ナイスボール。ああ、ナイス、オッケー、ナイスボール。あ、かわいい。ベビーなんだっけ。あ、結構ベースから離れてるんでアウトコース。はい、ナイスボール。ベビールイージみたいな。オッケー、いいですね。ちょっと変、まあ、ツーストライクなんで、ちょっとボール球をね、投げていきたいと思います。釣り球というか、ちょっとあんまわかんないですけど。ここは完全にアウトコース。あ、打たれた。やばい。取れー。ナイスキャッチ。カラカラでしたっけ。あんまわかんないんですけど。はい。これはパワー系ですね。テレサの、なんか冠ついてるやつ。あ、ナイス選球眼です。まあ、選球眼もね、大事に。ああ、タイミングが難しいです。あー、あっちゃー。危ない。ストライク。うん、これもらって。オッケー。あ、これファール。知らないキャラクターがいますね。オッケー、上がっちゃう。あー、残念。これはバランスタイプのヘイホーかな。あ、惜しい。声が可愛いです。追い込まれました。あぶね、タイミングが。オッケー、落ちろー。難しい。やっぱり溜めて打つとフライが上がっちゃうのがあるんです。こうやって足をミス、ちょっと流し打ちします。オッケー、落ちろ落ちろ。でもこいつはね、確か足が速いんですよ。ほら、取られましたね。まあいい試合です。まあ僕はね、ちょっとヒットゼロなんですけどね。相手はシンプルテレサ。オッケー、ナイスボール。閉まっていきましょうよ。はい、オッケー。あちゃー、打たれた。やばい、長打コース。スリーベースに、取れ取れた。なになに。オッケー。お、誰、誰にしたかです。足は速いですよね、確か。ほい、オッケー。ちょっと、ベース寄ってるんで、あ、ちょっと。寄るな。変化球。オッケー。ちょっと外します。一球。オッケー。ナイスボール。お、なんだっけ。昨日みたい。なんだっけ。オッケー、ナイスボール。よし。まあさすがに相手は弱い設定でやってるんで。あ、やばい。あ、まずい。まずいって。危ねえ。
おお、ナイスボレー。わ、悪い字。スタイルが抜群です。これは守り切りたいんですよね。できればゲッツーで、あ、やばい、まずい、まずい、まずい。あ、なに、あ、やっちまったよ、これは。あ、やばい、あ、やばい、やばい、届け。キャッチャー、キャッチャー、やばいです。ナイスバッティング。でもライトは取れたんじゃない。あー、取れ取れ、頑張れ。まあ、誰もカットし、カットあったっけな、なんか違うのかな。いやー、これはまずい展開になりました。なおもピンチなんで、ここで締めたいと思います。あ、やばい、危ない。よし、ルイージの打ち方はね、後ろ足を上げるというね、これです。打ち取りました。相手いいキャラ多いですね。ルイージー、ワルイージー、ワリオ、この後ドンキーコン、ここで締めたい。ちょっとスペシャルボール、あー、どうしよう、一回スペシャルボール、いやー、この迷いが、あし、スペシャルボールを使わずに抑えることができました。まあ、スペシャルはあるんですけどね、5回使えるんですけど、できれば、お、いけいけいけ、どうやって走るんだっけ、あれ、あ、まずい、まずい、戻ろう、危ねえ。じゃあ X で、進塁ができます。バントしとこう。お、惜しい。テクニックか。お、うまい。ビービービー、あ、あ、グイ、そうだろ、そうだよ、落ちろ。やばい、レフトいいんですよね。戻れ戻れ。いやー、点取りたかったですけど。あ、こいつは打てる気がしないんですね。オッケー、えぐい、ごめんなさいね、ちょっと打てないとか言っちゃって。次はピーチ、ピーチ打てんのかな。ちょっと必殺技を使います、チャンスなんで。あ、ほら失敗、もう一回。 OK、 どこどこどこ、まあ、とりあえず走れ走れ。 OK 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 OK。グローブを持ってない人もいるんですね。もう一回ぐらいやっときたい。ああ、失敗。でも、ああ、まずいだろ。あ、やばい、まあ、とりあえず走れ。まあいいでしょう、同点までいったんで。次はドンキーコング、かっこいいですよね、このバット。抑えたいところ。ぽい。オッケー。ベースから離れてんのかちょっとわかんないです。でかすぎて。オッケー。さすがです。頼りになりますね、本当に。一球インコース。OK! あ、やばい、取れ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 。あ、ごめん、ちょっと、おお、めっちゃ硬い。ちょっと間違えて、ジャンプしちゃいました。ここでケツを取って、終わりにしたいと思います。OK! やばい、くそー。
危ない。三塁に行かれなくてよかったです。かろうじて。次はテルさん。ゲッツーで終わりにしたい。けどそんな、テクニックが僕にはないんですか？ないもんですからね、ちょっと。できれば、三振で終わりにして、よし。次は、まあ、一塁二塁三塁どこでもねアウトに取れるからここで抑えたいです。インコース、あ嘘、曲げろ、やばい、危ねえ、危ない。でもここで抑えないとちょっと点差が開いてしまいます。やばい、あ、取れ取れ、 OK。 危ない。でもピンチの後にはチャンスが来るらしいんで、ちょっとここで狙っていきたいと思います。お、うん、ちょっとあれですね、タイミングが、あ、タイミングが難しいですね。あちゃー、いやー、もったいない、上がっちゃうな、落ちて。レフトはグローブを持ってないですからね。この子はさっきエラーしました。ダメだ。まあ最終回ここで抑えて、そうですね、次の回につなげたいと思います。攻撃にね、ぽい、よし、 OK、 よし、大変化、インコース、あ、あー惜しい、 OK、ありがとうございます。あ、兄弟対決。さっきは、僕が勝ちましたからね。ぽい。ナイスボール。ちょっと変化球で、タイミングを。OK! 完璧です。うわ、ライバルです。はい、バリオの服装の色合い結構おしゃれですよね。結構黄色と紫と緑は結構好きです。 OK、 よし、打順は誰、誰だ、あっ、ミートポイントが少なすぎるんですけど、このバット。にゃにゃーと言って、またレフト。そんなタイミング遅いですかね。なんだっけ。ディディガールみたいな。ディディが、オッケー。一番好きなバッティングです。三遊間の間をね、流し打ちで。あ、ちょっと通り。危ない。エンドランします。あ、やばい、ません。危ねえ。危ねえ。三振だけど。返せよ、彼氏。打てる気がしない。バットが短すぎて。あ、まずいまずい。落ちろ。チキシャー！あ、延長、あんのかな？延長ありました。この子たちも結構、あれなんですかね。ライバルというか、意識してる仲なんでしょうか。
オッケー。ちょっと、シュート。おー。ラッキー。ノコノコ？なんだっけ？キノコ。あ、まずい。めっちゃ撃たれてる。ナイスボール。一球外しても良い。うん。インコース。よっしゃー。かわいい。この、ベイビー・ルイージーかな？あ、まずい。めっちゃ撃たれた。やばい、やばい、やばい。取れた、取れた。まずい。あ、やば。えぐいわ。こいつはやばい。スリーベースヒットはまずいって。絶対抑えたい。あぶね。惜しい。フォアボールでもいいからちょっと。あー振って。あー危ない。はい、ありがとうございます。リプレイ。OK。ナイスガッツ。ここで決めたいですね。お、いい打順じゃないですか。にゃー。あれ？なんでだ？あ、落ちる。くぅ。ショートロールだろ。ホームランで決めたいけど、マリオはきついかな。にゃあ。打てないなぁ、なんか。あれお、あー、落ちろ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 。オッケー。ナイスバッティング。さっきも打ちましたよね。打ってないか。あ、失敗しました。ちょっと。あーちゃー。決めたい。お。うわ、え、何？なんだよ。普通やん。わあ、少年野球の最終回まで来ました。7回。バー！モグラです、相手は。オッケー。ああ。おっしゃー！見逃し三振。相手は茶色が多いですね。ドンキーコングといい、ノコノコ？違う、なんだっけ。キノコと、あと、モグラとか。あ、やばい。あいやー。オーケー。ナイスボール。お。そこまでライブラリじゃない？うん。はい。まあ。あ、やばい。あ、やばい、やばい。オッケー。まあ、いいでしょう。仕方ない。あ、ルイージとかは、L だから、左なんだ。多分。知らん、ですけどね。オッケー。ちょっと怖いな。名前がわからない。ノコノコ？これがノコノコかな？いけ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 。ああ、取られた。誰？でも期待してる。オッケー。かわいい。肩がいい。リリーガール。
あ、絶対届かないよな。お、おー、ファール。ここだ。あちゃー。くそ。カラカラ？なんだっけ？落ちろー。いけ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 。あ、嘘。あぶねえ。あぶねえ。あげげ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 。きちくしょう。ちくしょうと申します。うわ。いい打順だ。いい打順だけど、こっちとしては嫌な打順。ちなみにこれ5回までなんで延長中です。今ナイスボール、パワードンキーコング。ちょっとさっきまで打たれてないんですけど、そろそろ怖いね。あぶねえ。やっぱまず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 いだ。あぶねえ。怖っ。でも一応表なんでね、まあこっちの攻撃もあるんですけど。ナイスボール。まだか。ふん。うん、ナイスキャッチ。打順はピーチ、マリオ、テレサ、キングみたいな、キングテレサ的な。ナイスキャッチ。あ、ちゃ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 、チキショー。頼むよ。打ってくれ。デッドボール。チキショー。ああ。まあ、ピッチャーだから。あっちょー。悔しい。ここで決めんのもいいかもしれん。全然飛ばない。終わった。引き分け？えぐいだろ。一番最初の動画引き分けって。えぐいだろうがよ。こいつはよ。終わった。誰 MVP？私、違うか。そういうわけじゃない。ドロー。ま、こんな感じですかね。最初なんで。まあ、残念ではあります。次の動画では、勝ちたいですね。ありがとうございました。